おおきにこたつ班です。今日はですね、二条城の周辺に来てるんですけど、1万人の撮影企画で、依頼をくださったカフェに今から行ってきたいと思います。でそのカフェの名前が DS プラスカフェという隠れ家的なカフェみたいなんで、今から行ってきたいと思います。この先に見えてる路地に入ったところにカフェがあるので、今から入っていきます。それでは行ってきます。おう、じゃあ入っていきます。いらっしゃいませ。おおきに。おおきにです。はじめまして、こたつ班です。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。 DS プラスカフェです。お決まりでしたでしょうか。はい、はい、お伺いいたします。あ、すいません、決まってないです。はいって言ったけど、すいません、ちょっと見ますね。はい、こちらレギュラーの3種類ご用意させていただいております。はい、はい、じゃあ今からメニュー見ていきます。すいません。お伺いいたします。トロローストビーフ丼ください。はい。ご飯の大盛り無料で受け取ってもらっておりますが、いかがいたしますか。大盛りで。大盛りで。はい。かしこまりました。以上でよろしゅうございますか。はい。はい。ありがとうございます。料理届くまでワンちゃんと戯れてくるわ。でも噛んだりしないですよね。あ、懐かしい。かわいいけどちょっと怖い。優しく撫でると噛みます。え、優しく撫でると噛む。ガシガシ。あ、ガシガシ。あ、逆なんですね。うわ、怖いわ、そんなん聞いたら。あ、意外とこう強引にムツゴロウさんみたいに。うわ、これオフホワイトじゃないですか。ねえ。そっち系が好きなんで。あ、こいつが。いえ、僕が。あ、あ、そうなんですね。贅沢やな、お前。犬小屋シュプリームやん。甘やかされとんな、こいつ。お待たせいたしました。トロローストビーフ丼でございます。はい、うまそう。はい、ごゆっくりどうぞ。はい。めちゃめちゃうまそう。ほら、一周回すわ。とろろかかってんねんな、これ。楽しみやな、食べんの。あとはサラダとおつゆがついてます。君ワールでよっ。 うわ絶対うまいやつやん、これ。肉めちゃめちゃ量入ってんな、多分これ。いただきます。食べんで。おうまっ。とろけた、ほんまに。すごいな、これ。俺がいつも食べてるローストビーフと全然ちゃうわ。俺がいつも食べてるローストビーフをローストビーフと呼ぶなら、これはローストビーフじゃないわ、逆に。ローストビーフじゃない肉やと思う、多分。うますぎて。めちゃめちゃほんまにうまい。途中からはぜひよかったらスプーンでもうがっつり混ぜていただいてお召し上がりください。あ、そっちの方がいいんすか。最初はお肉をお箸でね、食べていただいて。あ、なるほど。がっつり食べていいタイプのローストビーフ丼なんですね。はい、なるほど。でこれスプーンで結構崩してもいいんですか。混ぜちゃっていきますね。この盛り付けが綺麗やから、なんかあんま崩したくないなと思って。じゃあある程度こんな感じで混ぜてから食べます。しょっ。見てよ、これもう画面から伝わるやろ、うまさが。じゃあ混ぜたバージョン食べてみます。ああ、
うまいな、これはこれで。これなんかスッと食いましたけど、サラダ美味しいですね。ローストビーフがうますぎて特にピックアップしてへんかったけど、このサラダもめちゃめちゃ美味しい。新鮮でシャキシャキしとる。俺今日この撮影があるから朝食抜いてきてんねんけど、ちょっとお腹いっぱいになってきた。毎度おなじみのパターンで申し訳ない。それぐらい十分な量があるわ。じゃあ最後いただきます。ローストビーフ丼全部ごち。ここってオープンが11月の1日ですよね。11月1日オープンです。それまで何されてたんですか？僕はずっと10年間パリにいて。パリに？はい、今年の2月に独立というか、はい、こうカフェしたいなというので帰ってきました。え、パリでもこういうなんかカフェみたいなされてたんですか？パリでは飲食店ですね。あのうどん屋さんですね。うどん屋さん。はい、20代の頃はずっとあの車屋さんで輸入車を販売して、はい、30になってパリに行って。30からパリに行かれたんですね。はい、で40になって帰ってきました。めっちゃいろんなことされてますね。そうです。ご夫婦でされてるんですよね、ここは。はい、ご夫婦、奥様がシェフで、はい、でスタッフの子もパリで一緒に働いてたんですよ。あ、そうなんですね。はい、あ、まだここパリの3人なんですね。はい、そうです。パリつながりです。パリつながり、めちゃめちゃかっこいいですね。はい、桃太郎ジーンズを作ってる岡山のジャパンブルーデニムさんが、はい、あの共同で開発したこのデニムの琉球畳とあのデニムの壁紙なんですよ。はい、これ僕が好きで、なんかカフェするんやったら使ってっていうことで、あ、ぜひぜひっていうのでこの琉球畳と壁紙使わせてもらって、この畳引くためにもう小上がりしたみたいなもんなんです。あ、そうなんですね。これ触ってもいいんですか？簡単に。あ、ほんまや、近くで見たらこれデニムですね、ほんまに。それこそこの、まあ、トイレの左側とか、はい、奥は、あの、もともと下が奥戸さん、昔の町屋の、あの、なんですか、台所なんで、はい、それでこれが黒くすすけてるんですよ。はははは。で、まあ、それをこう、まあ、糊で固めて、はい、こう、お客さんが触っても、こう、服とかに映らないようにしてるんですけど、はい、黒いのは、この町屋のもともとの黒さで、と、こっちとか、まあ、この建物の漆喰全部自分で塗ったんですけど。は、いや、え、大輔さんが塗られたんですか？あ、そうです。全部。全部。何でもできますね。頑張りました、ね。頑張りました。はい、コスト削減。あ、なるほど。はい。この辺の鏡とかも自分で貼ったりとかして。へぇー。すげぇ。なんか水道屋さんも友達で、はい、なんかエアコン、設備屋さんも友達で、みんな友達、10年ぶりに帰ってきたんだからアピールで、はい、あの、安くしてもらう。嫌なやつですね。はい、関わってくれた人の友達を映画のエンドロールみたいに。ほうほう、あ、名前刻んでるってことですね。失礼します。はい。お待たせしました。ブレンドコーヒーと、ルコーのチーズケーキになります。はい、ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。チーズケーキとコーヒーが届きました。じゃあ今から食べていきたいと思います。じゃあまずホットコーヒーからいただきます。よかった、俺の酸味が少ない好きなタイプのコーヒーやわ。じゃあ次はユコーのチーズケーキを食べていきます。いただきます。あー、これ俺好き。チーズケーキ自体もちろん美味しいねんけど、ユコーの味がすごい、ずっと口に香りが残ってる。これわかるかな、中にちょっと黄色いの入ってるやろ。これが多分な、皮が入ってんねん。この香りがめちゃめちゃするねん、口の中で。うん、あー、これ俺好きやわ、ほんまに。柑橘系が苦手な人以外やったら絶対食べるべき。めちゃめちゃこれおすすめ。じゃあ最後いただきます。チーズケーキゴチ。建物自体は町屋やねんけど、このこだわりがすごいねんな、店内の。
天井こんなんなってるし、もう机とかも何この鉄砲の弾に撃たれたみたいなデザインになってるし、一個一個ねデザインがちゃうねん。こういうとこもなんかあれやな、ほんまにゆっくりできる空間やわここ。で1階も2階もどっちももちろんいいねんけど、俺は2階の方が好みやな、どっちか言ったら。で俺みたいに1階でご飯先に食べてコーヒーとかは2階に上がってきてゆっくり楽しむみたいなスタイルがいいと思う。で1階の来店で2階違う体験できるというか、違う空間でこう食べれる感じがすごくいいなここ。で今回撮影依頼をいただいたんで、最後にいいところと悪いところを挙げていきたいと思います。あんまないねんけど、無理やり言わなあかんから無理やり探して言うけど、あれやな、強いて悪いところあるとしたら、ワンちゃんの首輪がオフホワイトやってん。で犬小屋もシュプリームで、大輔さんの着てる服とかもオフホワイトだらけやってん。で店内もシュプリーム貼ってあったり、靴もバレンシアガとかで、ちょっとねブランド推しがすごすぎたっていうのが悪いところかな。まあこれね、悪いところというか、ある意味もう行き切ってはるからいいところでもあるねんけど、だからほんまにそんなこと言うぐらいしか悪いところは見当たらへんねんな。あと良かったところは、ローストビーフの肉の質がめちゃめちゃ良かった。口に入れた瞬間に肉とろけるし、めちゃめちゃほんまにうまかった。でローストビーフももちろん美味しいねんけど、チーズケーキマジで食べてほしい。チーズの風味と柑橘の風味が混じり合って、これねやばかった。で俺てっきりどっかのケーキ屋さんから取り寄せてるんかなと思ったら、そのチーズケーキもこの店で作ってはるみたいやから、それにも驚かされたな。で店自体も老人に入った隠れ家的な感じの場所にあるし、建て構えも素晴らしいし、店内の雰囲気も落ち着いておしゃれで、ほんまに文句のつけどころがないぐらいいいカフェやった。ありがとうございます。お気に。奥様とはどこで出会われたんですか？パリで。パリで、はい、もともとお知り合いやったんか、パリで初めて出会ったんか。パリで初めて出会いました。あ、そうなんですね。悪く言ったらスタッフに手出したみたいなやつですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、今大輔さんとお別れして近くの公園に来ています。今回俺はランチ食べてきてんけど、夜まで営業してて、またメニューが変わったり店の雰囲気も変わると思うから、気になる人は、ランチでも夜でもどっちもいいんで、ぜひ行ってみてください。じゃあ今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。それでは最後までご覧いただきおおきに、バイバーイ。